おはようございまおはようございす。ます。はい、今回のレビューネタ。うん。さあ、これなんでしょう。10にしたらなんか短いしな。そう。なんだ温こ度計れ。でございます。どれ？非接触型。これ赤外線の計測器なのかな？赤外線。うん。ほう。スピードガンとかスピード測るとかやつあるじゃん。あれなんての温度板？ちょっと説明変だな。なんかまあ、どういうような証拠だよな。実際使ってみます。はい、もう単純にこれでいくよ。電源これ下向いた方がいいかな。ちょっと見える？あ、音ごめん。うん、待って、あ、見える。まずこう、もう単純にピッ、33度、 32.9 度、地面 23.9 度、低いね。うん。そして葉っぱピッ、これ20度、21度。おお。これね、この画面これ見える？うん。このね、このボタンを押すとね、光った光った、この三角形のやつあるでしょ。これがないと、普通にこう、測ってんだけど、これのね、三角形につくつくとね、どこ測ってるほら、レーザーが出るの。レーザーの方がどうなんだろう。そう、だからこれがもうわかりやすいね。こう一回クロスするんだけど、この間を測ってますよっていう。だもうちょっとこう、シビアーに温度を見ることができる。そういう温度計でございます。にゃーん。さて、りゅうちくんはこれを何に使う？うん。例えばね、今日は何度とか、みたいとかね。空は測れんのか？空測れんのか？いきなりこれやってます。太陽。えい。いける？うん。今日の太陽は46度です。違う。なわけない。いや、太陽は無理だと思う。近いものをね。うん。近いもんか。はい、というわけですね。うん、ちょうどバイクの作業やってるから、これで。白い外装の部分。うん。見えるかな？ 31.6 度。うん。これがね、じゃあこの黒いところ、色が濃いところ、なんだ、50度。うわ、違うんだね。暑いよね。これちょうどいいな。この、アルミのところ、アルミのところは30.6 度。ちょっと反射しちゃうのかな？それもあるかな。で、じゃあタイヤ。42度。あ、でも、バイクの、あ、これまだ出したばっかだからか。バイクのシートがやっぱ温度高いんだな。これいろいろ温度測りながら歩くと面白いな。地面が27度。そしてね、ちょうどそこに、ね、黒い車がございます。黒い車のボディ、ビン。73度。違うんだね。これパッと温度分かるっての面白いね。じゃあ、りょうちくんがちょうどね、今面白いことやっております。はい。はい、今さ、りょうちくんがね、燻製作ってます。燻製、そこの温度計ついてんだけどさ。ちょっとこれね、変化するんですよ。うん。で、これで、今、じゃあそうさ、箱の中じゃない、箱の外の箱ってどんぐらい熱くなってるの、ね、チェック。まずこっちかな。ここがどこら辺？30、うん、あ、ここね、レーザーピーって出て、ここら辺が30、うん、ここら辺がいいかな。で、これが今50度。おお、結構してね、上の方結構熱くてね、もうまあ50度ぐらいだね。これさ、まあ、ちょっと開けなくちゃいけないんだけど、中の燻製してるものの温度を測れるんじゃないのこれ。ちょっとやってみよう。はい、はい、行きます。終わってない、なかなか見れない燻製中、ちょっと失礼いたします。うわはうわはうわはせーの、ほい、まあ、結構な温度。あ、41度。チーズが今41度。うまそう。これが何度って言ったっけ。合ってるね。すげー、すごーい。というわけで、ゆうちくん、はい、こう父ちゃんの仕事ではさ、今その鉄の温度が何度とかどれくらい加熱したかって使うんだけども、これ一般家庭、この我が家で使う時ってあれだよね、バーベキューでさ、チキンの丸焼きとか火が通ったかどうかって結構わかんじゃないこれ。いかない、ずっと出して、そうそうそう、中のちょっとね、切れ目からね、中の温度とか、お肉は何度とか見れます。見て、すごいよ。マイナス50度か850度まで。上が850度、すごいね。もうカンカンに熱した鉄板では測れるみたい。800度、確かね、ぼんやり赤いよ。面白い。もうちょっと近いんじゃないかな。これエンジンとかでさ、どれくらい熱くなってるかとか、これ分かるよ。触る前に温度が分かるっていうのは安全面で非常にありがたいのです。触って850度は火傷します。はい、というわけでありがとうございました。